ポーク軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万510人であり、2000年の1万8324人から11.9%増加した。軍庁所在地はコロンバス町であり、同軍で人口最大の自治体はトライアン町である。ポーク軍は1855年に ヘンダーソン軍とラザフォード軍の一部を合わせて設立された。軍名はアメリカ独立戦争の時に大佐だったウィリアム・ポークにちなんで名付けられた。ポーク軍は地域の自治体委員会であるイソサーマル計画開発委員会のメンバーである。ポーク軍庁舎アメリカ合衆国国政調査局によれば軍域全面積は239平方マイルであり、 このうち陸地238平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.31%である。軍内最大の水域は、アジャー湖であり、コロンバスの北5マイルに位置している。軍域の標高は、グリーン川とブロード川の合流点近くで800フィートを切るところから、軍内最高峰であるトライアンホと、ワイルドキャットスパーの3200フィート以上まで変化している。 地形的には、軍西部3分の1を占めるブルーリッジ山脈と、東部3分の2を占めるピードモンと大地の2つに分かれる。この2つの地域の繊域にあるため、フットヒルズとも呼ばれている。ポーク群は6つの群区に分割されている。コロンバス、クーパーズギャップ、グリーンクリーク、サルーダ、トライアン、ホワイトオークの各群区である。主要高規格道路。ありがとうございます。